いや多分我々がやってるのは多分オーバーチャーはよーっちまくよこれ絵面がシュールだな絵面がちょっとシュールになったこれもう誰もサポート選んでないんだろうななんも変更ないですああ。ああ。ああバーチャこれオーバーチャーその人がレジェンド的な存在まあ別にそこまでではないかもレジェンドオーバーモッチャーって誰なのえぇエクスキューシー エクスキュシャーやめた後にレジェンドになっただけで。レジェンドのままやめたわけじゃないか。誰誰なんすかオーバーウォッチでマジでやばかった。えー、誰だろうなエヴァモア。エヴァモアか。エヴァモアもそこやめたよね、別にオーバーウォッチ。シナトラはどうなんすかシナトラもナトラはシナトラは結構なんか、おちょくられてさ。 なんか遺跡金がめっちゃ高かったからそれでずっとおちょくられてたイメージダフランあダフランは確かにダフラン強いかもな強くて有名なイメージありますねえちょっと待ってオーバーウチツなんかみんながやってるとやりたい特別興味がなかったのに人とやったらいんですよオーバーウチ一人でやのはマジオモンですそれはでもバロランと見せるこの後またなんかってやと言われたんでしょはいチェンバー 何でそんな海外の人が強いれするんだ知らねえすよしかも俺その試合ごちごちにキャリーしてたすかゴチゴチにキャリーめちゃくちゃクラッチしてめっちゃチームすくって言われたのがあの一言意味がわからんかわいそうさすがにじゃねえちょっと回すおばやります 夕方になってんじゃん,ん。俺なんだこれ。俺もサポサポ,サポか。サポとかね。一番しょうもない。ゼニーとかでいいやろ。サポ、サポほんとあれなんですよね。なんか変更要素を作くって。あ,あ、そうなんだ。え、これ回復しなきゃいけないの時、うん、に当てると時間とともにいくいや、もうめっちゃ変わってないやん。何も変更されてなそうだけどな、これ。うん、ス,キルスキル自体は何も変わってなそう。うん、ゼニー変わってない。 何もかんない, <laughs> いや多分我々がやってるのは多分おぼっちがわわ俺おぼっちです5人になったからちょっとシンプルにはなったな<は>ピンキは入ってやすそうなんかず面が絵ずがシュールだな絵ずがちょっとシュールになった DPS やった方がいいな。DPS <ー>。<laughs> DPS がおもれそう。DPS タンクリね、うん、多分もう。ああ、それありだな。サポーン何も変わってなかった。サポーもないわ。サポーもないし、普通に。これもう誰もサポート選んでないんだろうな。いやまあ、いらん。う何んも変更ないし。ね、<laughs> マジで何も変更がない。どうせだったら全部変更してけばいいのにな。うーん、なんかちょろっと変更して、ちょっとマップ変わったみたいな。 なんかワン,ワン知ってるとちょっと物足りないなうん。マッチするかな際どいな、かなり。<laughs> 待ち時間何分って書いてあった五5分とか。5分って書いてあるけど。うん、予想が5分だもん。サポートマジで誰もやりたくねえんだなな何も変わってないしな <laughs> 本当に。<laughs> 何も変わってねえんだよなまあ、でも、周りが勝手に期待してる。 感は空気的にあるけどな。まあ、確かに。2おな何何 2? なんかうまくいったやつ見たことない。<laughs> ええー。<laughs> あ、タンクだ。なあー、DPS だ。そうじゃんやろ。こいつ誰だややろこれ、ハルトなんだ。顔変わってる。ね、あてかタンク1人なんだ、これ。タンク1人です。1> すげえ今更だけど。あだからやったらタンクは片かったんか。ドゥームとかもタンクになったんで。あそうなんだ。ちょ いいぞうわっつえシュールすぎるなんか一生これ繰り返すみたいないいねタンクがやることないんで多分ルブームでずっと今度が来るみたいな見てメーターがタンク登場ああ外した あ、めっちゃいいめっちゃあすごいそれあ終わったよいしょ C9 <laughs> お兄さんおもろいお兄さんおもろいっすどうっすかまあまあ普通にやりやすくはなってるけどまあ別にオーバーウォッチやね<あー> <laughs> もうワンワンに近いですよねかなりうーんまあ、でも、俺はずっと言ってたやる前からもうずっといやもうずっとっもう異常に期待しすぎだ <laughs> 絶対に何も変わらないいやー してたんだけどなぁまで、あ、でももまあまあまあ、ベータですもんね、ま、だうーんいやでもベータっつったってだってもうオーバーウォッチなんだもん <laughs> いやダメかダメかってことでもないけどなんか1.11.2ぐらいうーん最初「2」って言った時そのもうそれこそあの「コット」とか「BF」みたいな感じで全然別で出すのかなって思ってたけどなんかその「そうじゃない」って聞いた瞬間から「まあ」って感じだった。 いやまあでもコットンも BF もソフト違くてもそんなにぶっちゃけ変わらんしなやり込んでる人は違いが分かるけど外から見てたら何が変わったのって感じまあでなんかがっつりがっつり変えてくれればなんか新鮮味あったかもしれないけどうんもうキャラとかも全部違うぐらいの勢いで出せばよかったのになと思うけど確かにでなんかイベントとか、まあ、出せばいいのになっつうか、まあ、そしたらコスト爆上がりするけどあそこもおもろいんだけどな,なあでもそれはワンもおもろいしね カスタムオーライン。結構、結構、待ったんだけどな。なんかシステムそのものが結構、真新しいものにならないと、納得する人少なそうだけどな。2っていうナンバリングだったら、まあ、キャラ全特化はさすがにあるかもしんないけど、たまに出てくるぐらいで盛り上がるみたいなぐらいが良さそうだけどな。なあ、確かに。ああ、取れさいたな、っつって。いやー、これちょっとどうしようかなー。 <laughs> どうしようかなあ何、なにガチでやりこもそう思ってた内容によっては。いや、めっちゃ変わると信じて、ああ僕、ツイッター e 内でいまだにオーバーオーチュルかなんですよ。<laughs> で、2が爆死したら変えようかなと思ってて。ああ、もうそれで言ったら俺も幅外していいけどな、ずっと。<laughs> ずっと外したいけど、いや、今さら変えんのもな、っていうのを、もう5年も6年もやり続けてる。<笑><笑><笑>いや,いや、いやまあでもちょっと。 ま,えアバってまだあるんですかまだあるよ。あるんだ。アバ頑張ってる。多分同説二千2000人ぐらいしかいないと思うけど。いや、2000もいないかも。同説千1000人ぐらいしかいないかも。これら辺のゲーム全部聞いちゃったからな。ねも、えようよオーバーウォッチは。オーバーウォッチ2だっつって始めたら、そのガンダムぐらいの勢いじゃないともう。人々は、そこからでもず、そこでやっとゼロからスタートって感じする。 ガンダム面白いんだっちガンダムおもろいよ。あおもろいんだ。おもろいけど、俺別にそんな、あの、側そんな気にしないからさ、あの、ガンダムできてるけど、俺ガンダム全然知らないし、でもなんか多分ね、抵抗ある人いると思うんだよな。ロボット純粋にそのロボットが戦ってるのあ,<ー>あの、ガンダムのキャラだけ全部オーバーウォッチにしたら、喜ぶ人多そう。<laughs> それ、もうほぼオーチ、うん、オーチ。ほぼオーチ。オーチ,オーチ2オーチだっつって。オーチ3か。キャラってあれね、見た目だけね。あ、見た目だ。<うん S 2> オーバーウォッチ1の方がギリおもろいかな、今のとこ。まあ結構強めにそのコアにやるんだったら1の方がこれ面白いだろうね。まあ面白い。2は相当カジュアルだね、これ。多分やってる感じ。なんか今からじゃあオーバーウォッチ始めますかって言われたら、 多分そういう人たちは2から2やった方がいいんだろうなーって感じはする確かにあなんか2やちょっとやってで取り入れた新規はむずそうパブジーみたいなパブジーなんかなんだっけパブジーモバイルかでちょっとやってみてパソコン版やりたくなったみたいなああまあいたねういう感じで2ちょろっとやってあ面白いってなったらワン来てもらうみたいなあまた俺単価よ

うんなんか明日、やっぱボロカスあるし、うん。ォ <laughs> ータナイトやりますか。<laughs> うん、私が明日こう伝えたのか。<laughs> 明日何があるってさ。うんもう明日ボロカスあるかもしんないし。<laughs> ああ、なるほどね。じゃあまた。ああ。リミッツ終わった後にあんならロルカスいけんじゃねえか、これ。ロルカスそろそろやりたいし、ずっと。もう。うずっとピックプール裏で増やしてるんで。いや、ずる。 <laughs> マジみんなロール裏でやりすぎなんだよないやちなみにめっちゃやってます多分カセンさんが一番やってますね <laughs> ほんとねみんなあのパッてつけるとみんなやってて配信してんのかなって思ったら誰も配信してないみんな裏で多分みんな裏で一人で多分やってると思う、うん、ロールほんとみんな配信したくないんだなって感じするいろ,いろんな意味で <laughs> いろんな意味でほん <laughs> にいろんな意味でじゃあまたあ ははい、おはようございまです。